はい、重要文化財塔婆石像三重の塔。塔婆石像三重の塔は通称山神の多重塔と言われ、付近で産出する赤城火山起源の奇跡安山岩を使用する。総輪屋外、塔身、礎石からなり、それぞれ別の石で作られ、全体的には三重の仏塔を模している。屋外は法行造りで、頂点には正方形の炉盤が載せてあり、塔身は一石から三層を作り出し、深部、かっこ名分のある部分、軒、基壇からなる。高さは185cm で、下層は幅 48cm で、ほぼ垂直に立ち上がり、中層と上層は八の字状に作られている。塔身には朱が塗られ、45の文字が刻まれており、読み方は上層から幹回りに中層、下層と読む。そして、基壇と礎石並びに屋外、総輪は、塔身の朱を強調するように墨が塗られているのがわかる。刻字の内容は、朝廷や市場などのため、彰子の道林が法華経を安置する塔を建てた。これで無間、八大地獄のうちの阿鼻地獄の苦難より救われ、安楽を得て悲願、かっこ悟りの境地へ行けるというものである。延暦20年、801年、7月17日に建てられたこの供養塔は、平安時代初期の地方における仏教文化史上重要な石造物である。まあ、これね、文化庁とありますように、国の重要文化財ですね。なかなか、まあいいものですね。三重の塔なんですけどね。はい、こちらにはね、昭和25年8月29日文化財保護委員会指定ってあります。こちらですね。本当だ、詩の部分がわかりますかね。まあ、かなり分かりづらいことは分かりづらいんですけど、こんな感じね。どうに映ってるでしょうね。こちらがね、国の重要文化財、山神の多重塔です。ご視聴ありがとうございました。